はいえー、と引き続き、えー、ノーベル物理学賞2019年度の解説をしていこうと思います。で前の動画ではピーブルズ先生の、えー、と理論の話、えー、しましたけども、まあ、あと今回の動画ここの動画ではマイオール博士とケロー博士の、えー、太陽系外惑星の発見について、えー、と解説をしていこうと思います。でえーと まあ、あのこの後半の話っていうのは、えー、と非常にか、えー、かりやすいい、えー、クエスチョンがあるかと思いま,すまあ驚くべき発見だっていうのは割と,、えー、と素人目にもなんか感じるところがあるんじゃないかなと思いますがその理由っていうのはきっと、えー、すごく遠くにある星なのに。 星でしかも光ってもいない星をどのようにして、えー、発見することができたのかそんなの不可能じゃないかって思ってしまうところにあるかと思いますまマ、あ、イ・オール博士らは、まあ、こういう、えーとくえー、難しい問題を何とか解いて、えー、太陽系の外の太陽系の外の恒星に恒星の周りを回ってるすごく遠くの え惑星を見、えー、見つけることが、えー、でききたたいうのが、まあ、驚くべき発見だったわけですでどうやってそういう星を見つけたかっていうことなんですがもともとこの、えー、マイオール博士っていうのは、まあ、1970年ぐらいからキャリアをスタートされたみたいなんですけどももともとは恒星の運動を測定する新しい方法について考えていたようです。でそれは、えーっと まあ、当時、えー、発展してた分光の技術っていうのを使うんですけども、えー、まあ,あの太陽から、えー、と光があ出ているんです例えばこういうふうに光が出てるっていうことを、えー、考えるとその中に、えー、と原子線っていって、まあ、原子特有の、まあ、吸収をするようなところがあるので、えー、ところどころこうシャープに黒くなっているようなところがあるわけですね。 でこれがあもし、えー、と遠くの星でずれてるっていうことがあるとこれはこのシフト、まあ、この黒いところが、えーとここのえー、実際星、えー、遠い天体で測るとここに吸収帯がずれてるっていうようなことがあるとするとそのシフトは、えー、ドップラー効果によるもの。つまり星が えー、遠くに行こうとしてたりとかこっちに近づいてたりするっていうことで、えー、と光の波長が変わって見えるっていうそういう現象なんだろうっていうことが、まあ、あ理論的に考えられますので、まあ、そのことから、まあ、構成っていうのが離れていっていこうとしてるのかこちらに近づいてこようとしてるのかっていうのが分かるっていうことに、えー、なるこれがまあ,あの測定の原理なんですね。 でこういう測定の原理っていうのはものすごく、えー、分かりやすいんですけどもこれ実現するのはものすごく大変ですまず問題点1っていうのはそもそも恒星の光が弱いのでまああの太陽の、えー、光をまあ何て言うか分光して、えー、とスペクトルを取るのとはちょっと訳が違うかなりの,あの精度の高い分光技術が必要になります。です でまあこういうえまずこういうふうな問題点を乗り越えるっていうのが、まあ、あのこの1970年以降のマイ、まあ、ヨル博士の、えー、苦難の歴史なわけですけども、えーまあ、ちょうど解決され始めたのが、まあ、このいろいろと改良が積み重なってきて花開き始めたのがこの1994年の年の。えー デュケノアさんという人とケローさんという人が、まあえー、学生で、えー、と研究室に入ってきたというあことらしいんですが、まあ、この2人の活躍で、えー、と研究がさらに、えー、完成に近づいた完成したというふうなことをマイオル博士の回顧録で書いてありました。 残念ながらこのデュケノワさんっていうのは事故で他界されたそうなんですけれども、まあ、このケローさんっていうのが共同受賞,受賞者にノーベル物理学賞の共同受賞者になっています。 まあ、あのこれは観測するだけじゃなくてあのケローさんソフトウェアの開発とか、まあ、要するにプログラミングとかも達者らしくて、えーとまあ、要するにコンピューターも駆使して,、えー、と測,定してきた測定したデータを解析するっていう技術もものすごく高い、えー、ものがないと、まあ、あのこういう測定は、えー、成功しないということなんだろうなというふうに想像されます。で、えー まあ実際どういうふうなことをやってるかっていうとこう惑星がえーえーまあどういうふうに惑星があ見つかってきたかというとこう惑星は恒星の周りをこう交点してるわけですねぐるぐる回るわけです。そうするとまあ恒星っていうのはまあ惑星がこうくるくる回るのに合わせてえと若干こう。 震えるわけですね惑星がこっちに行くと若干恒星もこっちに行くし惑星がこっちに回ってきてこっちに来ると,、えー、と恒星は若干こっちに行くというこの微妙な揺れも、えー、を捕まえることができたら、えー、とこの惑星の存在が分かるだろうということで、えー、とそれが第2問題になります。 恒星の光が弱いだけじゃなくて惑星が恒星に与える、えー、と運動のパータベーションも相当小さいものですからな,なおさら、えー、と高度なあ分光技術で、えー、精度の高い、えー、スペクトロスコピー、えー、分光測定ができないといけないということになります。 でえー、っとそれで、えー、実際どういうふうに測られてるかっていうと、まあ、ここ地球からですね恒星を見たときに惑星が向こうに行こうとすると、えー、恒星はこっちに近づこうとしますだから、えー、光は波長が短くなりますで逆に惑星がこっちに来ると恒星は向こうに遠のこうとするから えー、星の波長は長はくなりますでこの周期を見てあげるとこれが周期的に、えー、変わるわけなのでこの周期を見てあげるとそれが、えー、惑星の光転周期だということになります。で実際マイオール、まあ、博士ケロ博士らがあ、まあ、見てたのはペガサス座の51番星 B という星なんですけども、まあ、こういう測定の結果木星くらいの大きさで。 えー、木星ほど大きいんだけどもかなり恒星に近いところを回っていて4.2日周期でかなりの速度で回ってるっていうことが分かりました。えー、でこういうふうな測定の仕方をドップラー分光法ドップラー効果を使っているのでドップラー分光法っていいます。こういう技術を使ってマイオル博士らは測定に成功しました。現在では えーともうすでに4,000以上の、えー、太陽系外惑星が発見されているわけですがこのドプラ法以外にもな、えー、な方法でで、えー、測定がききるようになってきています、まあ、そのうちの一つで有名なのがトランジット法って言われるものでそれはどういうものかっていうとこれもなかなかの精度で、えー、測定しないと見えてこないんですけども惑星がこう。 地球と恒星の間をこう横切る時に当然こう障害物になる障害になるわけなので光のこう直進の妨げになるのでえ若干暗くなるわけですねそのえ時間変化明るさの変化が明るいところから暗くなって明るくなって暗くなって明るくなってってこの周期を 見ることで惑星がどういうふうに回っているのかっていうことが分か,り分かるようになりますしこの暗い時間の大きさ長さっていうのはまああの要するに大きな惑星がここ横切るとものすごく長い時間暗,い暗くなるわけですけどもものすごく小さい星が横切るんだったら。 ああんまり長い時間暗くならないし、そんなに暗さもそれほど暗くならないというようなことがあるので、えっとこの測定法からは実は惑星の半径とか惑星の大きさもえ推定することができるという方法になっています。まあこういうふうにえものすごい測定精密な測定のえがを可能にした先にえっと 光っていないなものすごく遠くにあってなおかつ光らないような惑星太陽系外惑星を発見するっていうことに成功して現在では4,000以上のいろんなタイプの星が見つけ出されているっていうその一つの分野を作り出しているような。 感じがするんですけども、まあそれの先駆けになる研究をされたっていうのがマイオール博士とえっ、ー、とケロー博士の研究成果になるかと思います。えー、今日は今回は以上になります。